私がね今来ているのは沖縄の玄関口である那覇空港駅でございます。すぐね後ろにね空港の那覇空港があって、そのまんまにですね那覇空港駅、ユイレールの那覇空港駅があります。ここからですねユイレールというですね沖縄唯一の鉄軌道であるモノレールに乗りまして、沖縄の中心地へ楽々行くことができます。このユイレールね、なかなか利便性がね高くて、現在ですね2両編成で運転されてるんだけども、もういつもね混んでます。朝夕のねラッシュ時なんてもう顕著だよね、混みまくってます。でそのね混雑を解消するためにユイレール、今年の8月10日ちょうど1週間前ぐらいですね、新型車両を導入いたしまして、今現在の2両編成から1両中間車をね増結しまして、3両編成として運転を開始したみたいなんですね。今までねユイレール2両編成でね運転していたということで、かなりですね混雑激しかったんですけども、1両ね増結されて3両編成になったっていうことで、そのですね混雑はどれぐらいね解消されたのかっていうのをね、まあ今日はね重点的にお届けできたらなと思います。じゃあね本日もよろしくお願いします。それで3両編成、まあ1両ね増結された列車なんだけども、今現在まあね2編成しかないみたいなので、列車のね本数極めて少なくなってます。だいたいですね3両編成で運転される列車っていうのはね1時間に1本前後しかありません。いやー少ないよね。まあでもなってね10分ぐらいしたら、来るみたいなので、まあ早速ですね那覇空港駅の方向かっていきたいと思います。ユイレールの改札口の方にやってきました。これからね乗ります3両編成の列車はですね18時26分発の列車です。18時20分発こちらありますけども、これはね普通の2両編成の列車ですね。2両確定と書いてあります。今までねこの表示なかったんだけども、3両編成出てきたのでこのような表示開始されました。でこのユイレールね割と最近までねスイカとか使うことできなかったんだけども、数年前からねスイカ使えるようになったんだよね。これめちゃくちゃ便利よね。スゴカとかここに上りあるけども、いやー便利ね。ユイレールのね駅の構内あちこちでこんな感じで看板がですねたくさん並べられていました。いや20周年ねとてもめでたいですよね。このユイレールができるまで沖縄にはね戦後鉄道というものは一切なかったわけですからね。いやーめでたいわ。じゃあね早速ホームの方上がっていきます。ちなみにですねこのユイレールの改札の中ね、京成スカイライナーのね券売機もあるんだよね。これおもろいよね。普通に慣れたからねこれ使って帰ってくださいってことなんでしょう。ホームにね上がってきました。上がってきたらね一本前の列車出てきましたね。あれ普通に2両編成の列車です。ユイレールのね2両編成の列車ちっこくて可愛らしいよね。しかしねちっこいということでそれだけお客さん乗ることできませんので、混雑かなり激しくなっています。そのね切り札として今回乗る3両編成の列車が投入されたという形になります。もともとねユイレールはホーム2両分しかね対応していなかったわけなんですけども、近年ですねホームの延伸工事とかホームドア設置工事が行われ、今ではね3両編成の列車も発着できるようになっています。この間沖縄に来た時この辺ね全部ね封鎖されてたんだよね。 でもね運転開始したということで普通に使えるようになっています。これすごいね。お来ましたねユイレールの3両編成。わー新鮮。ユイレールといえばね2両のね可愛らしいモノレールってねイメージありますからね。中間車1両増結した3両のユイレールやってきました。やってきましたね3両編成。ポイント渡りホームへと入っていきます。まあデビューして1週間ですからねほぼ新車ですよ。正面の塗装あれですね20周年って書いてありましたね。いや3両長いよ。すごいね。ってことでやってきましたね。皆さんねほとんど2両編成の乗車位置のところに並んでおりまして、一番手前のところには誰も並んでませんね。ユイレール開業祝20周年です。いやーめでたいね。じゃあね列車ねもう少し下で出ちゃうので、パパッと外観を見て乗ろうと思います。外観ですが、まあ、普通にね中間車イメージ通りみたいな感じですよね。綺麗ですわ。デビューしたてですからねピッカピカです。じゃあね
もう少しで出ちゃうので乗ろうと思います。車内へ入りますと、まずね目に留まるのが扉上の LCD です。こちらユイレールにはね、今まで小型の LCD しかありませんでしたよね。大型の LCD は初です。また広告用の LCD は付けられませんでした。車内はオールロングシートの詰め込み仕様。今乗り込んだ車両はですね、中間車ということで、どちらのね車端部を見ても運転台はなく貫通路があります。また車内にあります広告なんですけども、開業20周年をお祝いする広告がたくさん貼られていました。いや20周年ね、とてもめでたいですよね。またこちらのですね中間車はね、機械が入っているためか、客室にこんな感じの大きい突出物があります。これなんか違和感ですよね。また車端部にもね同じような突出物があり、どのね突出物の上も荷物置き場として開放されています。これはね荷物の多いね観光客にとってはね便利ですよね。またこちらのですね突出物の隣にはねプライオリティスペースがあり、車椅子やベビーカーの方でもね安心してご利用ねすることができるようになっています。ちなみにですねこちらの3両編成、中間車をですね2両から1両新造して増結したという形ではなく、なんと3両編成丸ごと作りました。ですのでこの中間車だけでなく両先頭車も新しくなっています。3両ともですね令和5年の日立製です。列車始発の那覇空港駅を出発します。沖縄都市モノレールことユイレールはね、今からちょうど20年前の2003年にここ那覇空港と首里の間で開通し、2019年に手だこ浦西まで首里から延伸されました。全長17キロの路線です。本日はですねこの列車に朝とまで乗ります。那覇空港駅ということでね、目の前には那覇空港があるわけなんですけども、空港の設備がたくさん目に入ってきましたね。今までですね中間車にいたんですけども、今度はね先頭車に行こうと思います。先頭車とのね車端部にはね中間車同様の荷物置きはあります。しかしですね車内中央部にはそういうね構造物はありません。ずらっとロングシート並んでおります。今現在ね那覇空港を出て少し経ったんですが、 LCD の画面は全く変わる気配ありません。まだね導入を開始したばかりなので画面切り替え忘れちゃったんですかね。那覇空港駅と隣の赤峰の駅の間にはねユイレールの車庫があります。車庫なので列車止まっていますが、全て2両編成。まだね3両編成はかなりの少数派ですが、まあ、今後増えていくでしょうね。このユイレールができるまで沖縄にはね戦後鉄道は一切ありませんでした。しかしね那覇都市圏はね人口が集中しており、周辺自治体と合わせると約100万人近くいます。そのため交通渋滞が凄まじかったんですが、このねユイレールができたことによって、そのですね交通渋滞はかなり緩和されました。気がついたらですねこちら表示切り替わっておりました。赤峰を出発です。赤峰駅はですね那覇空港よりも実はね少し南にあるので日本一南の駅となっています。ユイレールがねできるまではですね指宿枕崎線の西大山駅が日本最南端の駅でしたが、日本最南端の県である沖縄にユイレールができたことによって、こちらの赤峰駅が日本最南端の駅となりました。移動中のですね LCD の表示はねこんな感じで、下に停車駅が表示され、上に次の駅が表示されています。こちら内地の鉄道と全く同じですね。しかし面白いのがユイレールのねコーポレートカラーは赤色ですが、 LCD はね路線青色で表示されています。ユイレールの走る那覇都市圏は狭い土地にたくさんの人々が住んでいるため、非常に過密な都市を形成しており、東京とほぼほぼ変わらない人口密度、さらに高低差もかなりあるため、モノレールはね建物の合間をね縫うように上下左右忙しく動き回っています。旭橋駅に到着です。旭橋より先、那覇の中心部へとユイレール駒をね進めていきます。途中のね乗降客も増えていきますので、1両増結された3両の輸送力を遺憾なく発揮していきます。この大都会那覇に20年前までね鉄道がなかったのなかなか衝撃的ですよね。まあ実はですね戦前にはですね沖縄県営鉄道と呼ばれる鉄道があり、複数路線運行されていました。しかし先の沖縄線で全て消失し、アメリカ軍の占領下に入ったわけですが、アメリカはね鉄道よりも道路をね中心とした設備投資を行いました。
その結果、沖縄に、ね、2003年まで鉄道ができず、さらにね、ユーレール以降の鉄道も今現在建設されていません。一応計画自体はあるんですけども、課題が山積みで実現に至っておりません。県庁前の駅見えてきました。那覇の一番の中心部、国際通りの最寄り駅の一つですね。反対側に2両編成の電車いますけども、対してこちらはね、3両編成です。しばらくね、進みまして、次がね、本日下車します安里駅です。ユイレールのね、運行距離はね、割と短いのですぐ着いてしまいます。全線乗り通しても17キロしかないからね。で、到着前にね、気づいたんですけども、開く方の扉にはね、ランプがついていて、到着前に点滅するんですね。とても分かりやすいです。ってことで、安里に着きました。ユイレールの3両編成に本日で乗ってきたわけですが、いや、とてもね、良かったですね。夕ラッシュの時間帯だったため、立ち客がね、とても多く、そこそこ混んでいました。3両編成でね、このレベルの混雑でしたから、まあまあ良かったものの、従来の2両編成ではね、かなりきつかった混雑ですね。ユイレールは開業から約20年の間、コロナ禍などで多少のね、減少はありつつも、毎年毎年乗降客数を増やしており、このペースでね、増えるとさらに混雑が激しくなります。そのね、切り札がこの3両編成です。今はね、まだね、2編成しかいませんが、順次増備されていき、3両編成の列車ね、増えていくみたいです。以上、ユイレールの新しくできた3両編成に乗ってきたっていうね、動画でした。こんな感じでですね、3両と表示されるんですね。ではね、ご視聴ありがとうございました。